中国史型理時空へようこそ、だぜ。この時空に足を踏み入れたからには、ゆっくり視聴していってほしいんだぜ。さてマリサ、今日のテーマはなーに？今日は甲骨文字の発見について語るぜ。甲骨文字は殷王朝で使われていた文字ね。殷王朝は、紀元前17世紀から紀元前11世紀まで続いた中国の王朝ね。そうだぜ。今から3000年前に滅んだ王朝だぜ。勢力範囲はこのくらいだぜ。ピンクの部分は現在の中国だぜ。この殷王朝で使われていた文字が甲骨文字なのよね。そうだぜ。この甲骨文字の発見、甲骨文の解読によって、それまで伝説とされていた、殷王朝の実在が明らかになったんだぜ。今日は、その甲骨文字の発見にまつわる話をするんだぜ。わーい、甲骨文字発見物語、レイム、甲骨文字発見物語、大好き。それは1899年のことだったぜ。当時の中国は清朝末期、混迷の時代に、王伊永という男がいたんだぜ。王伊永？彼は国司監祭司という役職に就いていた役人だったぜ。持病のマラリアに苦しんでいた彼はある日、マラリアというのは蚊が媒介する熱病ね。達人堂という薬局で漢方薬の幽骨を処方してもらったんだぜ。幽骨というのは生薬の一種で哺乳類の化石ね。しかしこの幽骨は普通のものではなかったんだぜ。何やら、文字のようなものが刻まれていたんだぜ。驚愕した王伊永はこの妙な幽骨の収集に乗り出したんだぜ。これが世紀の発見の始まりだったんだぜ。王伊永は、触覚の学者、留学とともに、調査と研究を始めたのであったぜ。そして、それらの幽骨が、かつての殷王朝で使われた文字であることを、突き止めたんだぜ。うおー、すごいね。しかし彼らを悲劇が襲うんだぜ。1900年に義和団事件が起きたんだぜ。義和団の鎮圧のために8カ国連合軍が北京に入るんだが、この混乱の中で、王伊永は自殺をしてしまったんだぜ。留学はなくなった王伊永の研究を引き継いで、甲骨文字の拓本の図録。拓本というのは、甲骨文字を墨で写し取った本のことね。鉄雲蔵記を出版したんだぜ。鉄雲というのは、留学のあざ名だぜ。あざ名というのは成人した人に付けられる名前ね。これによって甲骨文字の存在が世に広まったんだぜ。王伊永は死んでしまったけれど、留学がその研究を引き継いだのね。泣ける話ね。だが、この有名な話にはフィクションが含まれているんだぜ。この話は非常に有名で、聞いたことがある人も多いと思うぜ。私も子供の頃に読んだ、漫画、中国の歴史、的な本にこのエピソードが載っていて、この話がずっと記憶に残っていたんだぜ。でも、この話が嘘なら、王伊永は死んでいなかったんだね。よかった。いや、王伊永が亡くなったくだりは本当だぜ。これから話すが、甲骨文字の発見の経緯は、留学自身が鉄雲蔵記の序文で述べているんだぜ。そもそも彼らはある程度知っていたんだぜ。文字が書かれた甲骨、という骨董品があることを、また考えてみると、薬として処方される幽骨は粉末だ。粉末の薬から、文字を見出すことはできないだろう。薬局で偶然甲骨文字を発見したというのは、やはり構成作られた話なんだぜ。早く詳しく話してくれイステネス。ゆっくり聞いていってぜ。留学は各語りき、藩、という骨董商が王伊永の元に甲骨を持ち込んだんだぜ。藩、それは藩だが藩ではないぜ。藩は一骨董商だから、画像はないんだぜ。はーん、大井 A はこの甲骨を大金を出して大喜びで買い取ったんだぜ。この事実こそ、大井 A が甲骨を最初から骨董品として認識していた証拠だぜ。そもそも殷周時代の金文は、金文というのは青銅器に刻まれた文のことね。今から1000年ほど前の宋の時代より研究されており、大井 A や留学も金石学の素養があり、骨董商の版も、甲骨に刻まれたものが文字であると認識していたんだぜ。金石学とは古代の金属器や石刻に刻まれた文を、研究する学問のことね。藩はこの他にも複数人に甲骨を高額で売りつけていたんだぜ。清朝の有力者であった丹鳳や、後に有名な甲骨学者になる王丈などに、甲骨を持ち込んだことがわかっているぜ。甲骨の存在を世に広く知らしめたのが、留学の鉄運蔵記であることは先に述べたぜ。この本が1903年に出版されると、大きな反響があり、早くも翌年の1904年に甲骨文の最初の研究所、経文巨例が新末の大学者、孫以上によって出版されたぜ。学会に甲骨文ブームが来たんだぜ。乗るしかない、このビッグウェーブに。そうなってくると、甲骨がどこから、出土しているかが問題になってくるんだぜ。出土地がわかればそこに殷の遺跡があるってことね。そうだぜ。一段と研究が進むんだぜ。骨董商に聞けばいいじゃないの。そう簡単にはいかないんだぜ。骨董商にとって、甲骨は良い飯の種。どこから手に入れているか話すわけがないんだよな。しかも金になるからと。甲骨を偽作したりもしているんだぜ。はあ、これはもうどうしようもありませんな。だが、研究者たちの情熱はこんなことではくじけなかったのぜ。実は、場所の特定は大まかにはできていたのだぜ。殷王朝があったとされる河南省、中でも殷にまつわる伝承が残る地が怪しいと踏んでいたんだぜ。留学はその中でも古有利城だろうと見当をつけたんだぜ。古有利城は州の文王が殷の中央によって幽閉された伝承があった地だぜ。きたー。来てないぜ。結論から言うと留学は間違っていたんだぜ。期待させて落とすパターン多くないっすかね。その方が盛り上がるかなってぜ。ミュージックサイドスタートだぜ。13秒ぶり、4度目の登板ね。この男の名は羅新玉、留学の友人にして、甲骨の出土地を特定し、隠居の発見に貢献し、満州国の建国に関わり、ラストエンペラー溥儀の家庭教師になった男だぜ。すごい情報量ね。満州国からの下りは今回は関係ないぜ。この羅新玉、河南省でも古有利城よりも北、小屯村に目をつけたぜ。1911年に弟を現地にお使いに行かせ、現地の人から甲骨を入手することに成功したぜ。やったー。この地こそが殷の都、殷居だったんだぜ。やったやったー。その後、殷居はどうなったかというと、1928年には発掘調査が行われるんだぜ。日中戦争を挟んで、計15回にわたる発掘調査の結果、15万件もの甲骨や、青銅器、墳墓の跡が見つかったんだぜ。はえー、すっごい。いつの間にか、隠居の発見の話になってしまったぜ。最後に大井 A や留学が集めた、甲骨資料の行方を語るぜ。大井 A の死後、留学は彼の資料の一部を、鉄運蔵記として刊行したが、大井 A のコレクションの大部分は社会的混乱の中で、散逸していくんだぜ。泣ける？大井 A が収集した甲骨以外の、正式な考古学的発掘が行われる1928年以前に出土した甲骨も、その多くが中国国外に流出していったんだぜ。現在日本に伝わる甲骨も大部分がこの時期のものなんだぜ。そして、1928年に始められた大規模な学術調査によって、得られた3万以上の甲骨も、日中戦争を経て、国民党によって台湾へと運ばれたんだぜ。じりじりになった甲骨は中国の近代史の混乱に翻弄された存在なんだぜ。甲骨文字の発見にこんな話があったなんて知らなかったわ。多くの伝説や物語に彩られた中国古代史。それを解き明かす資料である甲骨もまた、伝説や物語に彩られているんだぜ。さて、霊夢は今回の話、どう思ったぜ？ちょっと話にまとまりがなかったわね。甲骨文字発見物語が、いつの間にか隠居発見物語になっていたわ。あと、羅針玉を出すなら甲骨指導の残りの3人も、紹介したいところね。点数的には52点ね。はぁ。ご視聴くださってありがとうだぜ。今後も中国古代史について、他の動画制作者さんが取り上げないところを、隙間産業的に取り上げていくつもりだぜ。よかったらまた動画を見に来てほしいぜ。よろしくぜ。ちなみに次回の予定は、花王朝か、太公望だぜ。しからば。